私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング&プリンスへの岸優太と劇団ひとしが聞いた共通点と不安な理由。劇団ひとりが硬い方書いてるの？柔らかい方書いてるの？と聞くも岸はそっちじゃない方にした。そっちかなと思ったんだけど、と噛み合わないやりとりを続行。劇団ひとりが俺たち共通の話題してる？と不安になっても岸はしてますしてます伝わってますとドヤ顔見せ、来たからからと叫んでいた。しかし一人から料理名のリズムを聞いた岸は、待って待って、え、違うぞと終了直前に答えをチェンジ。フリップが公開されると岸の答えはやはりミルクレープで正解となった。この日優勝したのは永瀬。4問中2問しか正解できなかった岸と平野は同率で最下位となってしまった。この日の放送に視聴者からは、全員天然爆発すぎる、カバオライス早場すぎる、正解連発でも面白すぎるな、という声が集まっていた。しかし、雲行きが本格的に怪しくなったのは2問目以降。2問目は、アデュー豚の3枚肉を泡盛で蒸した後に煮る、沖縄版豚のカードに、ダフテーが出されたが、全員が、全然わからない。と、困惑。劇団ひとりが言葉のリズムだけ教えると、平野紫耀が答えを思いつき、フリップに記入。さらに、最初の文字が、ラ行、という追加ヒントが与えられると、すでにフリップに書いていた平野が改めて、わかった。と大興奮。最初に書いていたのは、各2で、岸から、絶対、違うでしょ。と冷たく突っ込まれていた。この2問目は、永瀬角が、ロロロー。神宮寺が、ロンゲー。岸が、ロー。と陳東が勢揃い。さらに、3問目のガパオライスでは、平野が、カバオライス、という答えを導き出し、惜しい、と叫んでいた。また、4問目のサムゲタンは永瀬のみが正解。5問目のミルフィーユでは、層になった生地が特徴、と聞いた岸が、この店は固めでやってますか？と劇団ひとりに、質問。即座に、ミルクレープ、と勘違いしていることに気づいた一人が、間違ってるかもしれない。と指摘するも岸はなぜかじゃあ合ってます。と自信満々に。マックの劇団一人曰く、バラエティ史上最も簡単なクイズ、だというこの企画。出題前、岸優太は、この企画をやるようになって、意識してご飯を頼むようになって、だいぶ意識は変わってきてますね、と自信満々な様子を見せていた。1品目の問題として、味を包丁で叩き、味噌であと和える漁師飯、なめろう、が登場。すぐに全員がフリップに答えを書き始めたが、神宮寺優太だけは、食べたことないかも、と自信が下げ。しかし、一人が4文字、とヒントを出したことで、最初に思いついていたという答え、おぎ、ただし、おき、を修正。さらに、妖怪の名前みたい、といった追加ヒントで、神宮寺含め全員が正解となった。キング&プリンスの冠番組、キング、リンチェプリンスル。8月13日放送回は、誰もが知っているはずの定番料理をクイズで出題する、当たり前レストランが行われ、メンバーの珍回答が話題になった。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier.